ガキフライ菊池寛記者が構図を出た頃検索は食堂へ入っていった寝るまでの中途半端の時間なので客は1四4 5人もあちらのテーブルやこちらのテーブルに散在していた たいていは23人ずれでビールや日本酒を飲んでいた検索は晩飯を食っていないのでビフテキとチキンライスを注文した検索はチキンライスを食ってしまってからふと気がついたのだが 検索が座っている席とは一番遠い端にこちらへ背を向けて座っている女が愛子に似ていることだ肩の様子や襟筋や着物の好みが愛子を思い起こさずにはいられなかった愛子とは もう五年以上会っていなかったし彼女が昭和大学での秀才と結婚したという以外は何も聞いていないのだがしかし彼女の後ろ姿などはどんな場合にでも思い出せないことはなかったその上昭和大学での秀才らしい男が 彼女と差し向かいで食事をしていた腰掛けているために背の高さはわからなかったが立ち上がったらすらりとするに違いない上半身を持っていたフォークの使い方などが十分はわからないが愛子らしい手さばきだった 検索は愛子と一緒に幾度も食事をしただがそんな場合彼女ぐらいはにかみ屋はなかったどんなにおなかがすいていても検索の前では何一つ手をつけなかった幾品もとった料理に はしをつけないときがあった「なにかおあがりなさいよ」「おなかがすくでしょ?」いいえおかしいなでもぼくはおなかがすくからたべますよええ どうぞ彼女は頑固に何も食べなかっただがそのうちに彼女でもやっぱり食べる料理があるのに気がついたそれはカキフライだったハニカミ屋の彼女も カキフライだけには手をつけた私カキは大好きよカキフライならいくらでもいただくわそう言ってご飯を食べずに彼女はカキフライを食べた検索は 彼女と一緒にレストランへ入るときは一番に聞いた。おい、カキフライはできるかねそしてできると聞くと安心して入った。春が来てカキのない季節になると 検索は彼女と一緒に食事をするのに困った。だが彼女は食事をしないことにちっとも苦痛を感じないらしかった。晩飯の代わりに彼女は絶えずデザートやチョコレートを食べていた。 彼女と別れてからも、検索はカキフライを見るごとに彼女を思い出した。彼女がどこかできっとカキフライを食べているに違いないからだった。愛子らしい後ろ姿を見て、検索はすぐ カキフライのことを思い出した。検索は立ち上がって、そのそばへまで行って、愛子かどうかを確かめる必要はなかった。確かめたところで、ただお互いに心を乱し合うだけだった。また、 そのことで幸福らしい彼女の夫婦生活に少しの陰影でも投げることは嫌だったやがて愛子らしい女は立ち上がった背丈は愛子よりも少し高いように思っただが 顔は見せずじまいで主人の後に寄り添うて向こう側の出口から出て行ってしまった検索はそれでいいと思った結局確かめないのがいいと思った愛子の客車と 検索の乗っている客車とは食堂車で隔てられているからこちらで強いて確かめようとしない以上確かめずに住めることを嬉しいと思っただが検索が勘定しようとして防衛を呼ぶとやってきた防衛はさっき 愛子らしい女のサービスをしていた一番背の高いボーイだった。検索は感情を払いながら引かずにいられなかった。ねえ、今、君が救仕していたご夫婦がいたね。 ええいらっしゃいましたあの奥さんの方はカキフライを食べなかったかいええ召し上がりましたよご自分の召し上がった上に旦那様の方のも召し上がりましたよ 検索の方に笑みが思わず浮かんだそして彼は少し寂しかったけれども愛子の幸福を喜んだ「おしまい」。 thank you